どうも、こなまるです。きいたろです。今日は INI のミスタータクシープラクティスビデオが公開されたので、そちらの話をしていきます。そもそもこれをさ、ダンプラ出してくれるなんて、神運営かなって思ったんだけど。いや、そうだね。しかもテレビ番組で披露したやつのプラクティスビデオだもんね。そう、なんかさ、新しくない？そんなことしてくれるの。いや、マジで、いや、すごい。ほんとよくやってくれるよね。うん、なんか、ミニよるん？あ、まあ、そうか。ミニよるんか。まあ、ミニのことを分かってくれる人がいるんかな？うん。いや、でもそうだろうね。なんかさ、そういう細かいさ、見たいみたいなやつ答えてくださって超いいよね。そう、やっぱさ、そういうさ、なんかそういう積み重ねじゃん。やっぱ運営の信頼って。だから本当にこちらが求めてるものを分かってくれてる感があってすごいよね。まあ、だからさ、その流れで言ったらさ、アシュラちゃんの、アシュラちゃんぜひみたいな。ここでも言う？だってみんな思っとるやろ、多分。いや、そうだね。うん。まあ、アシュラちゃんもこの流れでぜひお願いしたいね。そうそうそう。まあでもね、もちろんこのミスタータクシーもすごいさ、見てみたかったから、その全体でね。まずはまあ見れてよかったね。そうだね。定点なのがいいよね。そうそうそう。なんかやっぱ見えなかった動きとかあるし、あとはさ、なんか個人的には今までダンプラといえば結構衣装、パーカーとスウェットのなんかお揃いの衣装だったじゃん、みんなの。でも今回私服のさ、ダンプラでなんか新鮮でいいよね。そう。いや、本当に。これ待ってましただよ、これ。そう。なんかさ、実は私服のダンプラちょっと好きな人たちじゃん、うちら。そう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 。それぞれのさ、コーディネート違うからさ、この人はこういう着こなしするんだ、みたいなの分かるもんね。そうそうそう。だからそういうのがすごい好きで、なんかね、やっぱそういう服の感じ見て、例えばタジが思った以上に薄い T シャツ着てるなとか。なんか、細かいのめっちゃ見ちゃうよね。わかる。あのさ、我々さ、JO1 の時も言ったけど、そのさ、T シャツインのスタイル好きじゃん。うん、そうそうそう。そう、レン君がそれでさ、で、INI は、タジがそれなんだ、みたいな。そう。やっぱちょっと、韓国味ある方はそうやるんかな、みたいな。わかる。でもこれでもスタイルに自信ないとできないやつだから。そう。じゃあ、タジやっぱやってくれるね。うん、そうそうそう。ね、しかもさ、すごい思ったのが、スウェットでもタジ足長いなってなる。もう。永遠になるんだな。そう、永遠にタジ足長いってなるな、これって思ったよね。確かに。いや、なんかもうさ、これさ、ちょっとタジの足長いっていう話さ、言い過ぎてなんかもうさ、もう申し訳ないけど、だって長いもん。そう。なんか、もうそういう、しょうがない。だって元が長いから、それ何着ても長いって結論だけど、でも毎回びっくりするよね。やっぱ長いみたいな。確かにね、スウェットでこんな長く感じるってすごいよね。いや、そうだよ。長い人しか言われんよ、そんなこと。普通、スウェット着たら、長いとはならんよね、なかなか。そうだね。ちょっとダボってなるしね。タジの足長い話、永遠に喋れるな。いや、ほんとそれ。でもさ、もうやっぱ、ご時世的に難しいとは思うんだけどさ、マスクしてるじゃん、今回。いや、なんか、いや、わかる。誰がわかるけど、外してくれるとすごいもっとわかるよって思うよね。そうね。いや、わかる。そうだね。もうほんと、全くその通りだわ。なんか、ちょっとお顔拝見したかったな、みたいな。そうそうそう。あとは、もしくはゼッケンつけていただくか、マスクに名前書いてくださっても、すごい。マスクに名前は見えんのよ。ダメか。そう、なんかね、そこ、そうだね、パッと見たときに、INI、まだそんな詳しくないみたいな方は、結構これだと戸惑っちゃうかなって思ってさ。ああ、確かにね、そうだね。それはあるね。なんか我々はわかるけど、新規の方がね、見たときに、あとはそのテレビ番組見て気になった方とかが見たときにっていうのはちょっと残念なとこはあるかもしれんね。そうそう、そうなんよ。そう、だからね、次はマスクなしかゼッケン、まあ両方か。マスク外してゼッケンつけていただけると、すごくいいかもしれない。あとはさ、この音源もさ、その INI バージョンだったじゃん。あ、INI バージョンあるんだみたいな。わかる。なんかさ、音源公開いつみたいな。そう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 、もう欲しがる。すぐ欲しがるからさ。そう、音源も欲しいのよ。そうなんよ。だってさ、なんかその、やっぱ昨日ミュージックブラッド見て、やっぱめっちゃいいな、みたいな、どっちもいいなと思った。その INI がやるのもいいし、そもそもこのミスタータクシーもいいな、みたいな曲が。で、やっぱ昨日の気持ち的には INI バージョン聴いてたから、そのまま欲しいなって思ったよ、結局。音源。だからお願いしたいよね。言ったら叶えてくれるかな。確かにね、ちょっとミニの気持ち分かってくれる運営だから、ちょっと言ったら叶えてくれるかもしれん。欲深いのよ。いやー本当に。あとはさ、ミュージックブラッドの時も言ったような気がするけど、やっぱりもともとはさ、女性の曲じゃん、女性のダンスだし、少女時代なんてさ、特になんか女性らしいって感じじゃん。体のラインが見える動きだとか、足の綺麗さを出したりとかね。そう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 。でさ、だから結構その、だから女性らしいみたいな強い原曲だし、そういう振り付けだけど、いざこうやって男性が、INI がやっても意外と大丈夫っていうか、なんかそういう風にちょっとアレンジしてきてるじゃん。うん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 。そう、なんか、すごい上手いなーと思ってさ、さすがだなーってなったんよね。そうだね。なんか少女時代の良さも、こう残しつつ INI らしさみたいなのを付け加えて、うん、本当に INI ならではの少女時代みたいな。うん、そうそうそう。でも確かにサビはさ、さっき言った少女時代らしい、タクシータクシータクシーとかはそのままじゃんね。ちょっと、でも足の広げ方多分違うと思うけど。確かにね、男らしい足の股の開き方だよね。そうそうそう。やっぱ運転手運転手って感じなんだろうね。あー、そっか。さあ、確かにね。なんかさ、運転練習なの ?INI が。乗りたいんだけど。いや、そりゃ乗りたいよ。なんか、だってさ、ヘイタクシーってこうやって手上げて、キーって来たらメンバーなんでしょ、うん、馴染んでるよね。やばい。それさ、ちょっと目的地が、なんか、ちょっと1キロ先とかだったとしても、いや、なんか、100キロぐらい乗りたいね。100キロはめっちゃ遠いから3、4時間ぐらい。いや、もっといるかもしれんね。すごい、すごい金かかるけど、もう4トンだと思って、4トンじゃないか。確かに。なんかもうもはや行ったことないとこ行ってみようっていう気分になりそう、そのまま。いや、そうそうそう。本当にもう目的地ちょっと決めんと、どこまででも一緒に行きたいよね。うん、ああ、しかもさ、なんか観光地ってさ、何の話だけど、観光地ってさ、タクシーの人がガイドしてくれる観光ツアーもあるんよ。ああ、そうだね。そう、だから、お願いしたいよね。いや、本当にそうだね。INI 観光で、ちょっとそうだね、ガイドをメンバーにお願いしたいね。うん、だからそうだね。ちょっと高いかもしれんけど、全然払うもんね。うん、そうだね。うん、全然いくらでも払うわ。しかもさ、ほんと長いけど、ごめん。ほんと長いんだけど、なんかさ、タクシーの運転手のツアーってさ、写真いいですよ、僕が撮りますよ、みたいなやってくれるじゃん。一緒にどうですかって言いたいね。たまらんのよ。一緒に帰っても自撮りで。そうそうそう。それか交代交代でね。ああ、いいね、いいね。夢膨らむね。いや、違うのよ。それも提案してみる。何の話。会えない観光とかどうですかとか言って。やっぱ全体的なダンス見ると、なんかやっぱりみんな上手くなったね。そう、なんか、あんまさ、INI にはない曲じゃん。このミサタクシーみたいな。そうだね。うん、なんかロケットやとか回らないとか、結構激しめな曲はやってきたけど、こういう結構テンポもゆっくりだし、なんか基礎がしっかりしてないとうまく見せられない振りが多かったから、けどなんかこのダンプラ見てたら、いや、みんな上手くなったなみたいな。確かに、やっぱりさ、このダンスの練習で、まあ、例えばアイソレずっとやってるとか、割と基礎的なところを練習してきたからこそ、なんか良くなったんかね。あ、それはあると思う。尊いね、みんな。いや、尊いよ、マジで。確かに、そう言われたら、みんなかっこいいもん。そうそうそう。なんか、ほんとさ、この、なんていうの、顔隠れてるのもあるけど、なんか、パッと見、なんか、ほんとみんな上手くて、そう、なんか、いい感じ、なんか、レベルがね、どんどん上がってる感じ、全体的に。いやー、マジか。なんかさ、やっぱそうだよね。なんか嬉しいね、そういうの聞くと。あとは、なんかやっぱ、個人的に好きなところは、やっぱりオフェンがね、なんか良さ爆発しとるんよ。わかる。やっぱ K-POP ダンスカバーをやってきたから、なんかそこの僕の畑だーみたいな感じはあるよね。そうそう。なんか光輝くのとことかの決めとかもめっちゃかっこよくて。わかる。そう。なんかこれ全体を俯瞰してみるからこそ際立つところみたいな。あるある。あと、まあ、もちろんミュージックブラッドでもあったんだけど、タジのさ、タジロードのところ。そう。やっぱ私服バージョンもいいよね。このダンプラバージョンのタジロード見れるのもすごくいいよね。あー、確かにね。いいね、いいね。そう、なんかさ、すっきり、その正面とかもシンプルだからこそ、より際立ってさ、みんなの動きがさ、ワンカウントずれみたいな感じでさ、だんだんなってく感じも面白いなって思ったし、なんかね、そう、ダンスの振り付けの面白さみたいなのがより見えてよかったんよね。あー、そうだね。アップになんないから、すごい定点ですごい振りのなんか面白さとかも全部際立つもんね。そうそうそう。まあ、あとはね、私的にはやっぱほら、マサギーンのダンス好きなので、マサギーンがセンター来た時の、タクシーの時、足の広げ方、腰の落とし方はえぐいなって思ったよね。あー、そうだね。重心がすごい下にあるよね。そう、いつも重心下の人だよね。最高だよね。いや、すごい。ほんと安定感抜群。さすがなんよ。いや、ほんとさすが。で、以上でね、ミスタータクシーのプラクティスビデオを見てったけど、いや、やっぱよかったね。いやー、よかった。いや、もうさ、てか、供給ありすぎ、やば。ねえ、なんかさ、その供給のセンスもいいよね。あ、そうそう、むやみやたらじゃないよね。ああ、よかったね。あとはさ、言ったらもしかしたら叶うかもしれんから言うけどさ、スーツバージョンとかも出していただいて大丈夫ですよって思ってるんよ。ああ、それもぜひ見たいね。そう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 。まあだからね、ちょっと欲深くて申し訳なかったけどね。でもすごい良かったということで、まあだからさ、次の INI の活動が楽しみだよね。そうだね。